かったよ、大好きだよ、リク大好きだよ、大好きだよ、リク大好きだよ、リク。てか熱くない？リオン、冷房つける？熱いよね、お姉ちゃんの部屋。ちょっと冷房つけよう。よし。あーダメだ、私の携帯の充電がないんだった。ちょっと待って、私の髪がボサボサだよ。見る？一瞬でちょっと、もうそうじゃない。駐車場で寝てるか、そのまま仕事行ったかしてね。このグラスは何洗うの？何で？洗う。え？洗う。洗う？よくどいて。ちょっと今冷房をつけようと思ったんですけど見当たらなかった。どこやったんだろう。冷房をつけたくて今探してたんですけど、リモコンを。お家に帰ってきました。ポニーテールを外したので髪の毛がボサボサ、ちょっとボサボサなのですけど、なんでリモコンがないん。あったー、ありました。オン。ちょっとダメだ、ごめん、リオンが痛いって言ってる。まあ大丈夫か、リオンいでよいしょ。あれ？なんか外画面になっちゃった。し、めっちゃ散らかってる部屋が映ってる。イエイ。これマミーが新しく建てた。マミーのお気に入り。洋服しかかかっていないラックです。なんかここが開けっぱなし、クローゼットが開けっぱなしだとすごい散らかってるように見えるね。見てないことにって、あ、全然いいですよ。見ていたことにして。よし。あらら。いいか。ちょ、リー君がお家に帰ってきました。皆さん
カフェイベント2日間ありがとうございました。横になった。もうすっごく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 楽しい2日間でした。ありがとうございます。昨日今日でなんか会ごとにいろいろやることちょっと変わりました。その時の空気感とか皆さんとのなんか楽しさの進行具合で結構部ごとにねやること違ったかな。リオンくんなんでほい、あー顔は舐めちゃダメ。なんか登りたがった次はすぐ降りたがってる感じ、なんなんだちょっと。よいしょ、結局すぐ降りる、降りた、よいしょ。ちょっと皆さんからいただいたお土産とプレゼント、ファンの方からこれは冷蔵だよとかって聞いたものはちょっと冷蔵庫に入れました。冷蔵庫にも入れてあります。でなんかまだその冷蔵庫とかに入れなくても大丈夫そうなやつはちょっと一旦で、ちょっとファンの方たちからいただいたプレゼントを一つずつ開封していきたいんですけど、あれこれかな、なんかファンのみんなからって言っていただいたのがあって、よいしょ、ファンのみんなからだよって。あ、でもあの昨日いただいたプレゼントはちょっと食べ物以外はあの送らせていただいて、だから後ほどお家に届きます。昨日皆さんからいただいたプレゼントは一旦送らせていただいて、で食べ物とかは持って帰らせていただいて、で今日ちょっと今日いただいたプレゼントは全部お姉ちゃんとママにお裾分けの分は置いていって、その他のものは全部持って帰ってこさせていただきましたので、ゆっくり見ていきたいと思うんですけど、まずちょっとあの多分これだった気がするんだよね、これじゃないかな、あれこれじゃないかな、これだと思うんだけど、ファンの方みんなからの舞台の主演おめでとうっていうプレゼントをいただきまして、明日からまた稽古が私は始まるので、ちょっと早速見て頑張るパワーをもらいたいと思います。ワクワク。オープン。まだ。
想像と違った。すごい可愛い。これはちょっと本当に悪者注意だわ。うわー可愛い。舞台星を女王に落つ祝主演小宮山遥様って。すごい可愛い。これだ。すごい可愛すぎ。嬉しい。ありがとうございます。すごいちょっと純潔の女王チックな。可愛すぎ。これ飾ろう。ここに早速もう飾っちゃおう。私のお部屋の私のお部屋のここに飾らせていただきます。全部ガラスだね。全部ガラスだ。可愛すぎ。ありがとうございます。ちょっと飾ろう。行動が早い。この私の総選挙の盾とかが飾ってあるところに、上にしようか下にしようか。上だな。うわ、かわいい。私の神棚、小見春神棚に早速飾らせていただきました。ありがとう。早い行動が。嬉しすぎ。ありがとうございます。ファンの皆さんがきっと考えてプレゼントしてくださったんだよね。嬉しい。私の部屋の神棚、ファンのみんなは何のことを言っているかわかるであろう。私の部屋の神棚にもう飾りました。歴代生誕祭の時の盾の前に。あ、黒がファイトいっぱい。ありがとう。カズタカさん、キノコいっぱい、ありがとう。もう、あ、大輝くん、ケーキありがとう。カフェイベント楽しかったですって。お疲れいっぱい、ありがとう。もう本当にちょっと私ね、昨日今日で、絶対太った感じがする。もう絶対太った。食べ過ぎた。ので明日から始まる舞台稽古でダンスの稽古とかも始まるので、もう動き回って痩せてきます。いっぱい動いていっぱいカロリー消費してきます。でもエネルギーも必要なので、ちゃんと皆さんからいただいたご飯とかお菓子を食べながら、でもいっぱい動いて頑張ります。なんかさ、ありえない稽古スケジュールを今見たんですけど、ってなったんですけど、前半通しって書いてあった。嘘でしょ。前半通しって、明日早すぎない？前半だけなんだけどね。半分？前の半分通しって書いてあって、まだなんかその全部のシーン1回ずつとかしか稽古やって、もう場所決めてみたいのしかやってないんだよ。
早すぎて本当にびっくりしてる。え？一回通してみようよみたいな感じ？ちょっと、え？まあ必死にこの後も夜は続きますし、明日の午前中というものもあるので、ちょっと必死に覚えたいと思います。でもまだ全部1回ずつしか稽古場当たりしてないんですけど、場当たりっていうのは、あの場面ごとのこのセリフを喋ってる時はここに立って、ここに立ってる時はここに立ってみたいな、っていうその動きの場所を決めること、動きの場所を決めることとか流れを決めることを言うんですけど、まあでもその最後のシーン同士の時は一応台本守たずにできるようにしたくて、でもやっぱなんかもう早いからテンポがうんみたいななっちゃうことも結構あって、そうでセリフ量がちょっと多すぎて、もうなんか自分で途中何言ってるか分かんなくなって、あーみたいななる時とか全然あったのに、そうまさかの通しってきてとっても驚いております。まあ頑張りましょう。みんなで揚げ玉ドレーヌ食べて頑張れってね、嬉しい。ちょっといただいたマドレーヌ明日持ってこうかな、あの舞台稽古に早速あのね、カップヌードルを差し入れで持って行ったらみんなすごい食べてくれて、そうとかなんかね、ポットがあるんですよ楽屋に。だからあの稽古場か、稽古場にポットとか冷蔵庫とか電子レンジもあって、でまあカップヌードル大きめだからぜひ持って帰ってくださいって気持ちで置いたんだけど、みんな稽古合間に食べてくれててめっちゃズズズルズルズルっていう音がすごい響いて嬉しいです。カップヌードル味噌をすごいみんな美味しい美味しいってくれて、でそろそろちょっとなくなりそうだからいただいたやつ持ってこうかな。じゃあみそ味も残り1個、早くない？スパンあれスピード早くない？よいしょ。今日は656日連続ありがとうございます。656日を迎えました。ごめん、これ出てる時に私めっちゃ喋っちゃって全然あれできなかった、言えなかったです。あ、ブーくんありがとう、嬉しい。ブーくんがおめでとうタワーくれた、ありがとう、嬉しいな。ちょっと今日昨日今日と楽しすぎて喉を喋りすぎたので、ちょっと喉飴舐めとこうと思って、私の大好きなドモホルンリンクル、少しずつ早速プレゼントを見させていただきたいな。いいですか？ちょっとプレゼント見るねって言ってないんだけど、早速ちょっと我慢できない。
冷蔵庫入れたのかな。お菓子っぽいやつから見ていきたいな。お菓子っぽいやつから賞味期限とかもあると思うので見させていただきます。まずこちら、ねえかわいすぎ、嬉しい。私ここのお菓子大好きで、そうこのお菓子大好きで、よくなんかね差し入れとかであるんですよ。かわいいし美味しいの。賞味期限10月13だ。あと1ヶ月ある。大丈夫。タルティンだって。ちょっと開けさせていただこう。タルティン、あーかわいい、めっちゃかわいい。見て、あーこれ私知ってる、好きなやつ。なんかタルトっぽいクッキーみたいなお菓子に中にみたいみたい、こういうやつありがとうございます。ちょっとママとかお姉ちゃんにもバケバケしたいと思います。可愛すぎ、めっちゃおしゃれなんだけど、すごい可愛い。ちょっとお菓子ボックスに出そう。あーもうこれから私毎日さ稽古でお菓子買って行っていたんですよ。コンビニでお菓子買って稽古場行ってたんですけど、もうみんなのおかげで必要ないわ。しかもなんか一個一個がすごいおしゃれなお菓子に様変わり。続いて、あちょっともうね開けちゃったお菓子とかも何個かあって、そう結構もうママあのカフェで開けてお姉ちゃんとママに置いていってる、あの半分ね、半分置いていって、私はあの実物を中身をもらってるのとも結構あるんですけど、あーこれーこれー、うさぎの前、このうさぎのおせんべいをいただいて、同じお店にしたって言ってくれて、うさぎのなんだろうこれは、わー横浜ミルクうさぎだって、かわいい。なにこれ、ミルクウサギ？ミルクまんじゅうみたいな感じかな。嬉しい。和菓子です。ミルクまんじゅうって美味しいやつあるよね。通りもん、博多通りもんみたいな感じかな。違う？嬉しい。ありがとう。これ横浜で有名なお菓子屋さんなんだよね、確か。嬉しい、ありがとうございます。みんなが差し入れとねおやつをいっぱいくれて、もう嬉しすぎます。ちょっとママとお姉ちゃんにもワケワケしていただきたいと思います。嬉しいな。あ、そう横浜のお店ってね、ママが知ってて、なぜ横浜でめっちゃ有名なお店だよって。いや冷房消えた。あれ、あれ冷房消えちゃったし、さっき
さっきリモコン見つけてつけたのにリモコンまたなくした。どこやったっけ。さっき5分10分前な気がするけどな。私リモコンあったって言い出したの。しかもなんかやっぱリモコンないなって思ったらすごい熱く感じる。本当にどっか行っちゃいました。なかった。あ、音バッグの中入ってました。やった。30度冷房熱っ。冷房30度。バッグの中入ってた。なんでだ。では続いて、あ、待って、めっちゃ美味しそう。見て、生キャラメルもみじだって。美味しそうすぎてやばい。生キャラメルもみじ広島。うわー嬉しい。私もみじまんじゅう好きで、中でもキャラメルとかチョコとかそっち系のもみじまんじゅうが好きなんですよ。やったー、めっちゃ嬉しい。もみじまんじゅうだ。あら開かない。とっても頑丈な。あらこれちょっとハサミじゃないと開かないタイプのシールだ。なんでかすごい今ね親指が痛くなって、この短期間でハサミで切ったと思って見たらトゲ刺さってました。どこのトゲ。今トゲあるようなもの触ってないけどね。お菓子しか触ってないのに。トゲ刺さった。何これ、待ってすごい、見てかっこいい、高そう。これ何。ねえちょっと騙された。ねえこれちょっと騙されたんだけど、なんで8個にしたのこのお店。ならもう6個にすればよかったのに。おまけに2個入れた感じ。これなんかさ生キャラメルのさソースなのかと思ってさ、何これって開けたらなかったです。ダウト、かっこよさようでした。何もない。凝ってんのよこの箱が。ここがなんかすごい高級そう。生キャラメルもみじって初めて食べる。めっちゃ美味しそう。マジでありがとう。生キャラメルもみじ絶対美味しい。あーこれお姉ちゃんに置いてけばよかった。絶対食べたかったよお姉ちゃん。ママはね今一緒に帰ってきてるからどうせ食べるんですよ。まあママに持って帰ってもらえばいいか、お姉ちゃん用に。
嬉しい、ありがとうございます。私の毎日舞台稽古を頑張れるエネルギーがこれを食べて頑張ります。続いて、あ、待って、もみじの国広島って書いてある。これ大好きなやつ、広島行ったら私絶対買うやつ、え、超嬉しい、メープルもみじフィナンシェ、これ絶対買う、私広島行ったらもみじまんじゅうじゃなくてこっち買ってる。フィナンシェ、もみじ型のフィナンシェです。だからもみじまんじゅうとは書いてません、メープルもみじフィナンシェです、イコールフィナンシェです。これ大好きなの、めっちゃメープルの味すごい濃くて、でちゃんとフィナンシェだから普通にフィナンシェ、メープルの、これめっちゃ有名じゃないですか広島で、嬉しい、わー、やったー、ありがとうございます。これこれこれ、うれしい、これ本当に広島のあの全国握手会とかツアーとか行くたびに買ってんの、大好きすぎて、喜んでくれて何よりって、ありがとう。もう私がてか、もうなんか分かってるよね、あんことかよりもさ、この生キャラメルもみじにさ、このメープルフィナンシェにしてくれる感じ、私の家族の好みを知り尽くしてくれてる。こちらママも大好きなのでママにもあげます。嬉しい、ありがとう、めちゃくちゃ嬉しい。続いて、これ何、え、かき醤油って何、え、濃厚つゆ、これ一本で簡単料理、牡蠣の味がするってこと、あ、うどんとかでなんか牡蠣醤油って書いてあった気がする、え、めっちゃ嬉しい、うわ、モンドセレクション2023年最高金賞受賞だって、三つ星受賞だって、うん、すごい、醤油だけど広島の牡蠣から排出した旨味のエキスを加え、だって、わー、美味しそうすぎて嬉しい、ありがとう、これで TKG 食べたいと思います。でもこれでさ、なんかうどんも美味しそうじゃない、ざるうどんっていうんですか、やったー、もうなんか嬉しい、昨日ね北海道から来てくれたファンの方がね、北海道名物いっぱいお土産でくれて、で今日は広島名物をいっぱいお土産でいただいて、すごい、東から西、間違えた、あ、西、東って私だ、北から南、嬉しい、あ、そうそう、これお菓子いただいて、もうあの開けちゃいました、うん、もうねママとお姉ちゃんの方にお裾分けして、私の分のお菓子版も開けちゃいました、ありがとう、これもすごい美味しそうだった、これはクッキーなのかな、ガレット、ガレットだ、ガレット、クッキーよりもあのザックザク感が強いオシャンティーのやつ、
そしてなんだこれ、なんだろう、海苔。あ、こういうのすっごい丁寧にさ開けたいんだけどさ、早く見たい気持ちが勝っちゃって、いつもさあんまり丁寧じゃなくなっちゃう。丁寧じゃなすぎでしょ。早く見たい。え、なに？見て、もうクリスマスのプレゼント式。なに？なにこれ、抹茶？すごい、抹茶だ、すごっ、抹茶いただいた。なんかいろんな飲み方あるらしい。すごい。これってお茶にさご飯あれしたらお茶漬けになる感じかな。すごい、お茶ありがとう。ママとかもめっちゃ喜びそう。続いてこれ、同じお店で一緒にこのお茶くれた方が一緒にくれたやつ、お茶菓子、振るのやめな。あ、全然わかんない。ここにネタバレか、ネタバレもう見ちゃったと思ったけど、わからない。味浜ごこん、味浜心作りたて、味浜心作りたてかな。ちょっとごめんなさい、あれやっていいですか、クリスマス開封。うわー、なんかなんだろう、すごい、ちょっと待って、なんか豪華な入れ物に入ってる。オープン。待って、とんでも豪華、すごい。ちょっと待って、めっちゃ豪華なんだけど、やばい。ちょっとこれ舞台持ってってみんなで食べていい？でも正直独り占めしたい気持ちもある。やっぱ独り占めしようかな。なんかこんなにいっぱい入ってたらさ、なんか舞台の稽古場にさファンの方がくれましたって言ってお裾分けしようっていう気持ちも出たけど、なんか一人で食べきれちゃうんじゃないっていう気持ちも全然ある。悩む、どうしよう、独り占めするか。すいません、独り占めします。稽古場持ってくのやめました。はい、私が美味しくいただきます。ちょっとなんか揚げたい味なかった。どれも私が食べたい味しかなかったので、すいません、私がいただきます。だってなんかすごい、見て、これが全部同じ味だったらみんなで一緒に食べて頑張りましょうってなるけど、なんか全部違う味なんだもん。まあ私差し入れ自分で買ってるからね。今クッキーとチョコチップクッキーと、あとマーケットブラウニー、チョコブラウニーと、あとまあ
マーマレードじゃない、マドレーヌ、3つ差し入れがあります。マドレーヌもね自分で買った3つあるから大丈夫。これは私がいただきます。え、おいしそう。え、びっくりした。今カロリー539って書いてあって、嘘だろってなったけど 100g だよね。これで539あったらさ、もう食事楽すぎない？こちら紅茶のクッキーと、すごい新しいみかんのクッキー、オレンジクッキーだって、新しい。そしてこういうのって美味しいよね、リーフパイ、嬉しい。リーフパイね、稽古場持ってきたいけどさ、あの普通に自分用としてねバッグに入れて、これきっとなんかあのカントリーマームみたいな感じでさ、バッグに入れるとさ、カントリーマームバッグに入れる人あんまいないか、私ぐらいか。チョコパイとカントリーマームをバッグの中に入れると悲惨なことになるんですね。袋の中で粉っ粉になって、開けたらもう固体じゃないの、粉なの全部。でもこう食べるしかない感じになっちゃうから、これはお家で食べよう。え、これが美味しそうすぎるの。これがピュアチョコクッキーだって。え、美味しそう。ピュアチョコクッキーだって。お菓子用のケースがあるよって。え、そうなの？お菓子用のケースなんてあんの？美味しそう。やったー。なんか中にチョコクリーム入ってそう。そしてわー、うわー、美味しそう。マロンタルトだって、美味しそうすぎ。マロンタルト？ちょっとママにお裾分けボックス作ろうっと。優しい私がお母様にお裾分けボックス、こちらのマロンタルトと、これ2個ずつ入ってる。これ美味しそう。天使のささやきだって。これ何？ダックワーズじゃない、あ、マロンだって。私のマママロン味大好きなんですよ。だからすごいなんかこんな感じで、このリーフパイもね、あ、ダメだ、入んないわ、もう入んなかったです。箱変える、大きい箱にシフトチェンジ。リーフパイ、美味しそう。ピュアチョコで、さっきいただいたこのもみじまんじゅうたちも入れますよ、もちろん。クッキーもで、このミルクまんじゅうも入れましょうね。もみじまんじゅうも、すごい見て、ママへのお裾分けがとてもたっぷり。嬉しい、もう本当にありがとうございます。この紅茶のクッキーも入れといてあげよう。嬉しい、嬉しいな。
え、待って、早い、もうそんな時間、まだまだお菓子見たい。全然お菓子見足りてない、もっと見たい。お菓子まだ見たいよ、時間が早いよ、あと4分。嘘でしょ。じゃあちょっと先にお礼をさせてください。じゃーん、ぶーくんおめでとう、タワーありがとう。ちょっとみんなからいただいたお菓子とともに撮ってもらおう。じゃーん、ありがとう。お誕生日楽しめました。ありがとう。私のお菓子ボックスが、これはママ用だけど、ありがとう。みんちん誕生日昨日今日楽しめました。ありがとう。照れたかな。もうあっという間に時間、まだ見たいんだけど、もう時間ですか。あ、58分だって。ちょっとチラ見だけさせて、うん、じゃあちょっと続きはまた明日稽古から帰ってきたらしたいと思います。ちょっと準備配信はすると思うんですけど、準備配信しながらもちょっとちょいちょい見ちゃうと思います。我慢できず。ではランキング読みます。13位、さとくんさん。12位、しょうやさん。11位、バサシ。10位、みくちゃん。9位、ぐんつるさん。8位、プロちゃん。7位、クリス・ロナウドさん。6位大輝くん。5位クロ。4位パーチンヘアのゆうくん。3位シーカーさん。2位かずたかさん。1位ぶーくんです。ありがとう。皆さん今日はたくさんたくさんありがとうございました。明日から気持ちを切り替えて、今日たくさん楽しんだので昨日も稽古頑張ります。皆さんありがとうございました。明日からもよろしくお願いします。ちょっともう載せたいで、ね、SNS がねありすぎるので載せていくので、ゆっくり見ていてくださいまし。では皆様ありがとうございました。明日多分稽古前にメイク配信します。ではおやすみなさい。みんな本当にありがとうございます。またカフェイベントできるように頑張ります。あ、握手。